毎度ありがとうございます、矢守文です。いや、ついに待ちに待った原神のアップデートがやってまいりました。そう、アップデート直後にやることといえばガチャでございます。あー、待っていた。今回のガチャはですね、星5キャラはアルベド、星4キャラがベネット、スクロース、フィッシュルというラインナップになっております。星5のアルベドをですね、お試しで一回使ってみたんですけど、なかなか使いやすい岩元素のサポートキャラで、あ、いいなと思いましたね。いい感じに火力の底上げをしてくれそうです。うちのパーティーにぜひ欲しい。あと星4キャラは個人的なことなんですが、スクロースとフィッシュルは過去のガチャでピックアップされたことがあって、そのガチャを引いてる関係で私なんかもう貫突してるんですね。なので私はスクロースとフィッシュル非常に使えるキャラなんですが、外れ枠ということになってしまいます。でもベネットがピックアップされるのは今回が初めてということで、私もベネット今のところ1と2状態なんですね。まあ、6凸するとベネット使用感が変わるということなので、まあ、6凸とは言わないまでも5凸を目指したいと思います。なので今回の目標はアルベド1体ベネット4体を引くことです。ということで、いろんな方法で用意した原石が9690、とりあえず60連分あります。でガチャの天井なんですが、はい、前回勝利先生を引いてすぐ終わっているので、天井カウントは0とします。まあ、正確に言うと7、8ぐらいカウントは進んでるんですけど、まあないものとしましょう。0からです。最も厳しい状態からのスタートということになります。60連以内ぜひ引きたい。あとですね、今回は武器ガチャもですね、この後引きたいなと思ってるんですよ。今まで武器ガチャって基本引いてこなかったんですけど、今回はですね、星5の宝器がピックアップされてて持ってないんですよね、星5宝器だから。非常に欲しい。それに星4枠の武器もね、ハズレらしいハズレが見当たらないので、結構いいガチャだと思うんですね、今回の武器ピックアップ。なのでね、この武器ガチャに備えるためにもできるだけ早くアルベドを引きたいということで、行きましょう。10連目ここで出てくれてもいい。出ろ出ろ、ここだ。うん、まあ出ないよね。うん、そんな甘くないよね、分かってた。でもいい、ベネットさえ出てくれれば全部取り返せる。ベネットお願いします。ベネット、おーい、すり抜け、すり抜けで星4武器が来たよ。まだまだ1枠、もう1枠ない。しょっぺーまあ10連目はこんなもんでしょう。気を取り直して20連目、 GO。 よし、ここでここで来てもいいのよ。よし、来ない。よし、よくない、全くよくない。やばい、やばいやばい、全然星音がこきったっけ。ドスクロースかー、いらん、もう貫突してるからいらんあー、いやでもね、あのスターライトが5つ手に入ったんで、ちょうど1連分返ってきました後でスターライト交換して10連分ぐらいになるかな、全部で。さあ30連目、 GO。 いけ、というかベネットくらい出してほしい。お願い、ベネットでいいから出して1体ください。ベネットとりあえずお願いします。今のところ当たりが0。けー、キャラクターのピックアップどこ行った。あー、いらん、もう清風体験いらん。ということで気を取り直して40連目、ベネット、もうアルベドとは言わん、とりあえずベネットを出してくれ、お願いだ頼む、ベネットを重ねさせてくれ、凸数を重ねさせてくれ、頼む。ピックアップ仕事しろ、武器はいらん、キャラだ、キャラをくれ。よーし、よしよ、来た来た、よし、これで2凸目、よし、オッケー。2体目来てくれてもいいのよ。おー、スクロース、いやでもでも4星4枠、2体は嬉しい、素直に嬉しい。オッケー、スクロース、いい、とってもいい。もう貫突してるけどね、1連分返ってくるからね、当たり当たり。これで50連目、ちょっと待って、後がない後がない、だいぶ後がない。そろそろアルベドを引かせてください、お願いします。そろそろ来てもいいのよ、そろそろね。うおサイレーの体験、地味にサイレーの体験、これが初めてですすり抜け多いな。おー、こんななんだね、嬉しい、嬉しいけど、嬉しいけど、ちょっと違うでしょう。ラスト60連目、頼む来てくれ、ここでここでアルベド来てくれ、出ないとお財布がピンチなんだよ、頼む、ここで来てくれアルベド。光れー、光らない。じゃあせめてベネット、せめてベネットをください、お願いします、ベネットをください、ベネットをよこしやがれください。おーおーおーい、スクロース、今回スクロース多いな。おこれはこれは完全に爆死ですねあー、原石がなくなった、嘘だろ。ちょっと待って、まだ1000個原石交換できる。そんで、でスター交換で紡がれた運命をマックス交換して6個、これであと10連引ける、まだ引ける、まだ戦える。70連目いけ、ここだ、そろそろ来い、金光ったっしゃ、よっしゃ来た、よし、アルベドだ、アルベド、アルベド、2分の1でアルベド、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 
よし、投下交換だ。俺の原石とアルベド君投下交換だ。よし、行け、来い。あ、あ、来い。そろそろ来ると思う。あ、うん、まだ。次だ。よし、あ、スクロース。もうスクロース来すぎな。待て。あ、呼吸を整えよう。そろそろ来る。あい、いおい、覚醒。おー、すり抜けたー。でも嬉しい。覚醒持ってなかったから嬉しい。やったけど違う。また天井カウントがゼロに戻った。嘘でもやった、覚醒だ。あ、なんか金の剣がすり抜けてきた。あー、覚醒、初めて来てくれた覚醒、嬉しい。やべえ、嬉しい。いや、当たり、この国政は大当たり。やった、嬉しいけど、ガチャの沼にやはり使ってきてしまっている。あ、嬉しい。ぜひ育成して可愛がろうと思います。国政ありがとう。でも原石が底をついた。はい、なんやかんやで50連分原石を補給しました。あー、ゆきち頼む。いや、あの、出ていただきたい。本当になるべくお財布に優しい引きが望ましい。頼む。天井カウントゼロからの再スタート。頼む来てくれ。マジでしんどい。マジでくそー。せめてベネットを生かしてくれ。せめてベネットくれ。おい、全然、もうスクロース。スクロース出すぎ。偏りすぎ。もうフィッシュルにおいては一体も出てないし。おー、爆死。しょっぱすぎる。おい、勘弁してくれ、頼むよ。20連目、行け、頼む。だい。おい、フィッシュルー。いや、まあ、今回のガチャでは初めてです。ちょっと嬉しい気がする。貫突してるけど。はーい、フィッシュルのみでした。うん、やばい。心臓が締め付けられそうだ。あと30連分しかない。頼む。30連目、天井カウント30連目、一斉の、はい、よし、ここだ、来い、ここだ、よし、いでよ、うおー、スクロース。いや、だから来すぎ。もうスクロースいい、お腹いっぱい。もう今回のガチャだけでスクロース貫突する分ぐらい引いたよ。もう引きすぎスクロース。おー、最低保証星4枠1、これ完全に爆死だな。違うんだ、弟子の方じゃないんだよ、師匠の方が欲しいんだ。違うの、スクロースじゃないの。お願いだから師匠をください。師匠を連成するんだ、人体連成するんだ、来い、クソが。おお、だから違う、弟子の方じゃない。スクロースはよう、いい加減にしろ。スクロースいい加減にしろ。さすがに怒るよ。スクロース引かせすぎでしょ、原神のガチャ。お、最大の断片だ。いや、しょっぱ。いい加減にしろよ、そろそろ引かせなさいよ。天井カウント50、いけ、ここだ。くそー、待て、今回のガチャ地獄すぎるぞ。待てよ、フィッシュル、違う、ノー、フィッシュル、ベネッツ、星4枠で欲しいの、ベネッツ。やばい、あまりにも欲しいもの引けなさすぎ。はい、爆死。バカ野郎、原神、フィッシュルとスクロースばっかり引かせとけば俺がそうやせすと課金すると思うなよ。まあちょっと課金したけどね、20連分補給させていただきましたよ、畜生め。さすがにね、もう天井カウント50連目いってるから、60連目か70連目でそろそろ来ると思うんで、さすがに来る。よし、あとベネットまだ1体しか来てない、こんだけ引いてるのに。頼む、沼すぎる、お願いだ、そろそろ出してくれ。ベネットとアルベドを同時に出してくれ、来い。もうベネット10体ぐらい一気に出してくれてもいいのよ。引かれー、くそー。じゃあベネットをください、お願いします。スロースでー、違う、そっちじゃないよ。待て、爆死すぎる。待て、ちょっと待て、さすがにやめろ、勘弁してくれ。頼む、70連目だ、そろそろ一度にベネット10体ぐらいください。お願いします。引かれー、くそー。よし、オッケー。あー、やっとベネット来た。やっとベネット2体目。しんど、あまりにもしんどい。わー、まあ、最低保証だけどベネットは当たり、これは当たりと言っていい、今回は。というわけでちょっとスター交換しよう。落ち着いて一回スター交換しよう。これでいいか、これで10連分なんとかなったな。よし、これで80連目だ、いけ、光れ。よし、やっと来た。いや、ほぼ天井だけど。あー、やった、ここでベネット、ありがとう。ちょっと報われた。あー
でもまあこれでアルベドは確定してるんで安心して迎えましょう。よし、ありがとうございますアルベド。いやー、今回のガチャはほぼほぼ爆死でしたね。でもあとはさらっと流そう。はい、というわけでアルベドいただきました。はあ、ようやくだよ。なんだかんだでここ170連ぐらい引いたのか。はい、というわけでアルベドのピックアップガチャに挑戦したところ、まあ気合で引いたけどこれほぼ爆死してるよね。非常に今回は渋い結果となりましたが、なんとか目当てのアルベドは手に入りました。ということで見てくれてありがとうございました。皆さんもガチャ引く人は私のようにならないように頑張ってください。それじゃあ見てくれてありがとうございました。バイバイ。